はい、デイリーガジェットの編集長です。今回はね、このサムスンの折りたたみスマホ Galaxy Z Fold 3、これのケース、この本体じゃなくてこのケースのレビューですね。で、このケースサムスン純正品で本革製ですというので、なんと 1万3000円ぐらいするんですね。これなんで買ったかっていうと、この Z Fold 3の出来は非常に良くて、この折りたたみスマホ、まあ前から使ってみたかったんですけれども、3代目にして、まあ相当な完成度と、このサブ画面ですね、閉じた時に出る画面、もうかなり縦長ですけれども、非常に使いやすいですし、自然にスマホとして、すごい使いやすい。で、もちろん開いた時は iPad mini 的に、小型タブレット的に使えますので、ここで動画を見たり、電子書籍を読んだりというのが非常に便利にできるというので、もうこれ来てから iPad mini は使わなくなって、まあそれは別に iPad mini が悪いっていう話じゃなくて、この端末がスマホとタブレットを2つを兼用している、よくできた端末ですということなんですけれども、まあ、やっぱりね、ちょっと分厚いですけどね。スマホ、普通のスマホに比べた倍以上、分厚いですし、まあ、あと重さも、まあ、頑張って 300g 切ってるんですけれども、まあ、それなりに重いですと。ただそういった、欠点を差し引いて、あまりあるほどの、満足度がこの Z Fold 3にはあります。このサムスンの社運をかけたようなこの端末なので、よくできてるなと。じゃあ、カバーも、一番いいの買ってやろうと思ったんですね。で、これを買いましたと。で、これはもうサムスン純正で、本革製ですと。で、1万以上、カバーなのに1万以上するっていうので、もう相当楽しみにして。で、期待したのはね、これ、Apple の、これは iPhone SE ですけれども、Apple の純正ケースも、本革製いつも出てるんですね。この SE も、それがついてますけども、この Apple の、本革ケースがすごくよくできてて、まあ、使いやすいですし、軽いですし、薄いですし、まあ、使ってたらね、やっぱ革ならではの味わいみたいなところも出てきて、もうすごく満足度が高かったので、Z Fold 3の本革ケースもそれを期待してました。で、買って、まあ、10分後ぐらいなのなんだこれと、ちょっとね、だいぶ後悔しましたね。で、それなんでかってことをちょっと今日は、ご説明をしていきたいと思います。で、まず、いい点からいきましょう。いい点ももちろんあります。いい点はね、まず薄い。これ、本革にしてはかなり頑張った薄さになってます。本当にPC、ポリカーボネートとかのカバーと、そんなに遜色ないぐらいにすごく薄くできてるんですね。あと軽いんですよ。これはね、このスケーラーで見てみますけれども、はい、見えますかね。34.7g。34.7g ですよ。かなり頑張ってますよね。本革のケースで 34.7g って。なので、薄さ、軽さって意味では、かなり頑張ってると思います。いい点は、このぐらいかな。はい。いまいちな点いきますね。で、いまいちな点は、こうやってつけるじゃないですか。はい。今、これ装着しました。で、このカバーの仕組みをお話しますね。こうやってクリップ型になってますと。なので、こう開いたら画面がオンになって、閉じたら画面がオフになるというところ。で、もう一つの特徴がこれですね。これは何かっていうと、こうやって開いたときに、後ろ側でなんかこんなんやってですね、こうやってスタンドになるんですよ。こうやってね、これスタンドになるので、これで、立てたまんま、動画見たりとかっていうことができますよというのが、特徴ですね。はい。で、やっぱり純正なので、このカメラのところとかもギリギリまで縁まで迫ってますし、ちゃんとこう横から見た時にカメラのレンズがカバーよりも外側に飛び出さないように、なので傷つかないようになっていると。で、あとこういう充電の、Type-C とか、マイクの穴、こういうところも、まあ、そんなに開きすぎず閉じすぎずで、まあ、よくできてるかなというのは思います。ただ、いまいちな点一つ目いきますと、まずね、ここがもうすごいだらしないんですね。フラ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 なって。で、ここでピシッと止まればいいんですけど、マグネットもすごい弱くて、こんな感じですぐに外れちゃうんですよ、ね。パカッと。で、外れたらこのブラン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 してですね、まあ、ちょっとだらしないというのが一つ目。で、二つ目、そのだらしなさ、ここのヒンジを守る部分のだらしなさにも関係するんですけども、こう閉じてる時もね、こうずれるんですよ、簡単に。で、ずれたらこうやって、開閉検知が作動しちゃうんですね。
なので普通にちょっとこんな持ってるとこうやってひっついちゃうんですよ。かなりいまいちですよね。もうちょっとねビシッとしてほしい。もちろんこの折りたたみの端末っていう特殊な形状なのでカバーもまあすごい難しいと思うんですよ、普通のスレード型のスマホに比べて。まあ、ただ1万3000なり4000なりするので、まあ、値段高いのは全然いいんですけど、高いんだったら高いなりの、すごいいいカバー、このアップルの背面のカバーみたいないいカバーを作ってほしかったんですけど、これねすごいそこの部分いまいちで、もう一つこれがちょっと許しがたいんですけれども、持つじゃないですか。で、そしたらポケットから出した時にこっち側かこっち側かってまあなって、で逆側だったらこうぐるっと回しますよね。で、ぐるっと回すとね、これここの部分が簡単に外側にピッて出てきちゃうんですよ。これ一応こうやってマグネットで止まってはいるんですけど、横向きの力ですごく簡単にピョンって出てきちゃうんですね。これがかなり不快でですね、すぐピッと出てくる。なんかちょっとした隙にちょっとピッと出てきちゃうんですよ。で、また毎回こうやって戻さないといけないと。でなので、もうこれは、この撮影終わった後、両面テープで止めても固定しようと思います。でも、このカバーも使うのやめようかなっていう話ですけど、ただちょっと1万3000なり4000なりしたので、もうちょっと使ってみようかなと思いますけど、なので、これはかなり、いまいちですよ。これいまいち、これいまいちで、これもいまいちというところですね。なので薄さ軽さは頑張ってますけれども、ちょっとカバーとしての使い勝手がねすごくいまいちで、あともう一個、フィルムを貼るじゃないですか。ここにガラスとかフィルムを貼った時に浮くんですよ、画面が。こうやって大げさに言うとこんな感じになるんですね。そう、大げさに出してますよ。こういう感じに浮くんですよ。で、フィルム3種類ぐらい試して、一般的にはガラスフィルムは大体浮きます。で、これはガラスじゃなくて、なんていうんですかね、樹脂でできたペラペラの薄いフィルムなんですけど、それにしてようやく、まあ、許容範囲かなってぐらいの浮きにはなりました。それでもね、結構簡単に浮いちゃったりはするんですけれども、まあ、ガラスの時みたいな、明らかにいつもこんなになってるみたいなところを、回避することができたと。で、浮いちゃう、ずれちゃう、ペラペラで、これすぐ出てきちゃうということで、ちょっとこの端末自体がねだいぶよくできてるだけに残念でしょうがないんですけれども、まあ、端末はサムスンのフラッグシップですし、このカバーもね、カバーとしてはこれフラッグシップになるわけじゃないですか。一番高いですし、本革ですし、なのでそれであればちょっと値段に見合うクオリティで仕上げてきてほしかったですね、ということで、はい、以上です。